ハンター・ブレイク・ウッドは、アメリカ合衆国アーカンソー州ベントン郡ロジャース出身のプロ野球選手。ウトウミギウ MLB のテキサス・レンジャーズ所属。愛称はウッディー。2012年の MLB ドラフト32巡目で、ボストン・レッドソックスから指名されたが、この時は入団せずにハワード・カレッジへ進学した。2013年の MLB ドラフト29巡目で、 タンパベイレイズから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級プリンストンレイズで、プロデビュー。16試合に登板して3勝3敗にセーブ、防御率3.80、59奪三振を記録した。2014年は、A-9 ハドソンバレーレネゲーズと、A 級ボーリンググリーンホットロッツでプレーし、2球団合計で19試合に先発登板して4勝4敗。 防御率3.35 78奪三振を記録した。2015年は A 級ボーリンググリーンと A 級シャーロットストーンクラブズでプレイし2球団合計で29試合に登板して2勝7敗4セーブ防御率2.20113奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加しメサソーラーソックスに所属した。 2016年は A 級シャーロットと AA 級モンゴメリービスケッツでプレーし、2球団合計で21試合に登板して9勝5敗、防御率2.39、105奪三振を記録した。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年は開幕を A 級モンゴメリーで迎え、 トリプル A 級ダーラムブルーズを経て5月30日にメジャー初昇格を果たした。同日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビューし、打者一人を打ち取った。この年メジャーでの登板はこの1試合のみだった。なお、マイナーでは先の2球団合計で31試合に登板して7勝5敗、防御率4.60、115奪三振を記録した。 2018年は7月からメジャーに定着し、リリーフとしてだけでなく、本来リリーフの投手が先発する、いわゆるブルペンデーの、オープナーとしても起用されている。この年メジャーでは29試合に登板して1勝1敗、防御率3.73、42奪三振を記録した。2019年7月28日にルーベンカーデナス、インターナショナルボーナスプールとのトレードで、 クリスチャン・アローヨと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。2020年7月23日に DF となり、25日にマイナー契約となった。オフの11月4日に FA となった。2021年1月19日にレンジャーズとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは5月15日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。平均94.3マイルパーアワーのフォーシームが投球の約半分を占め、変化球ではスライダー、カーブ、チェンジアップを投げる。ありがとうございます。